白い船体に書かれているのはアルファベットで KAZU-1 の文字。今日午前11時ごろ、知床の水深120メートルの海底で行方不明だった観光船 KAZU-1 が発見されました。今日午前9時の知床半島西側の海上です。海上自衛隊の掃海艇いずしまが無人の水中カメラを使って海底に沈没していた KAZU-1 を見つけました。船体が見つかったのは23日に KAZU-1 が救助要請し、その後消息を絶ったカシュニの滝の沖1キロの海域でした。海上保安庁は船内に行方不明者が取り残されている可能性があるとみて、引き上げる方法などについて関係機関と対応を協議しています。こちらの遺体安置所の前では今日も午前から献花に訪れる多くの人の姿があります。また今日は新たに4人の身元も判明しました。海上保安庁によりますと、4人は兵庫県の竹川義信さんと竹川聖子さん、岐阜県の瀬川由美さん、福岡県の伊藤義道さんです。本来だったらこの船に乗ってようかなと思ってたんですよ。下手すれば私たちっていうことも考えられたもんですから、でちょっと喧嘩だけでもさせてもらおうかなと思って。いや、やっぱりもう気の毒というか、ね、私たちもちょっとしますよね。また海上保安庁はおととい午後1時ごろ、北方領土の国後島の西側の海域でロシアの警備艦が暗い色の洋服に救命胴衣をつけて漂流している人を発見したと発表しました。しかし悪天候のため見失ったということです。このほかロシア側はこれまでの捜索ですでに発見されている人の銀行カードが入ったリュックサックを回収したということです。大型連休の初日、昨日新たに男性3人が見つかった知床半島の東側の羅臼町では、午前8時半です。羅臼町の今日から運航予定だった観光船ですが、行方不明者の捜索に加わるため出発しました。ビジネスだから誰だって商売やってるから各社ね、みんな出たいという思いはあるけど、休むぐらいなら探しに行った方がいいんじゃないかって。まあ、我々全力で探せばそれなりに、まあ、なんか見つかるかもわからないし、これから知床の幕開けがね、もう本当にね、綺麗な幕でなく真っ黒い幕になっちゃった。本当に、残念だわ。今回の観光船の沈没事故は知床半島周辺の観光に影を落としています。九州から来たカップルがいたんだけども、女の方は乗らないっていうよね。やっぱりそういう恐怖感があるんでしょうね。観光船楽しみだったんですけど、もう、まあ、でもしょうがない、ね、選ぶ側は、ね、どこのツアー会社さんがいいっていうのはわからないですからね。地元の観光船業者には予約のキャンセルなどが相次いでいるということです。